数字ではさほどの距離でない場合でも、カーブの多い山道でスピードを落としたり、景色の良いところで止まったりしていると、思いのほか時間がかかるものです。移動時間には十分なゆとりを持たせておきましょう。運転中も走りすぎるのがもったいないほどの景観に目を奪われるかもしれません。そんな時は無理せず、安全な場所で車を止めましょう。ニュージーランドで車に乗る場合、助手席、後部座席も含めて全員がシートベルトを着用しなければなりません。子供がいる場合はチャイルドシートが必須です。オートバイや自転車で走行する人は正しくヘルメットを着用しなければなりません。道路は日本と同じ左側通行ですが、交通規則には違いがあります。例えば日本と異なり、右折する車、右側から来る車を優先させなくてはなりません。自分が左折しようとしている場合は特に気をつけてください。制限速度は通常一般道で50キロ、高速や郊外で時速100キロです。道路標識は国際基準に基づいており、キロメートル単位で表示されています。